ゆうこそもとチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回は季節も春ということで、儚くてあざとくて最強なメイクをやっていきたいと思います。で、今回はですね、私も大好きなリセさんからダズリングデュオアイズというものが新作で出るということで、ちょっとお先にいただいちゃいました。ありがとうございます。でね、これ事前に使ったんですけど、かなり儚げで可愛かったので、今回はこれを使いながらオールリセ縛りでね、やっていきたいと思います。久しぶりの縛りメイクだからちょっと気合い入れようはい、というわけでオールリセ縛りで春のねメイクしていきたいと思います。動画スタート。よーし、早速じゃあやっていきます。ちょっとジャケット脱ぎますじゃあまず下地からいきたいんですけど、下地がね、これね、インスタグラムとかで質問とかいただくんですけど、デパコスじゃなくてこうドラッグストアとかで買えるコスメの中でおすすめの下地なんですかって言われた時に、おすすめしたのがこちらのビセリシェトーンアッププライマーです。パッケージの通り色味はこういうね、パープル系で、伸びがすっごくね良くて、乳液っぽいかな、テクスチャー的にはベタつくこともなく、かといってこうカサカサすぎずに肌を明るくトーンアップしてくれて、すごくおすすめです。こういうコントロールカラー系はね、パープルはこう赤と青を混ぜて作る色じゃないですか。だから基本的にはその透明感の青と血色感の赤を足した色だからさ、初心者さんでも使いやすいと思う。うん、こんな感じで広げていきます。春といえばさ、花見とかさ、他にも花見花見以外に思いつかないまあ気温がね、こう暖かくなってくるから外に出たい季節になってくるけれど、今年はね、どうなるんですかね。少しでもね、メイクでこう春感を取り入れてテンション上げていきたいところだよね。結構トーンアップ綺麗に。今回のテーマは儚げメイクということで、ラメとかを綺麗に使っていきたいんだけど、そういう時はちゃんとこうトーンアップした方が可愛いと思う。重いズドーンとしたベースの上にラメ乗せてもなんかちぐはぐなっちゃうしね。でもネックレスをねつけてるからあれだけど、私はよくこういうコントロールカラーに軽くボディクリームを混ぜて、ジャーッとここら辺に塗ることもあります。続いてファンデーションなんですけど、フィルタースキンリキッドの私は OC405 番にしました。でこれもね、新商品らしいんですよ。で使用感がね、すっごい良かった。すっごいみずみずしいの分かります？なんかもうすっごい軽いの、お水のような感じというか、かといってねシャバシャバしすぎない感じがあって、とろみのある美容液みたいな感じかな。よし、塗っていきます。さっきと同じような感じで中央からトン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 。いやでもこれ本当にね、伝わるかな、ファンデって動画で伝わるか分かんないんだけど、動画で見るとさ、アイメイクとかリップとかの方がこう見てて楽しいかもしんないけど、今回のこれはねちょっと感動します。本当になんかもうデパートコスメでこう売ってそうな感じというか、ドラッグストアで売ってるコスメのね、その金額感のやつのあるあるのさ、密着感があんまない感じとかもないし、カバー力もねしっかりとあるんですよ。こう見えて薄いのになんか伸びがすごくいいから、なんかすごい語っちゃう、めっちゃ伸びがすごいいいから、塗りムラっていうのかな、難しいみたいなのもないですね。あーこれあれやね、もう分かった、今年のプチプラのベスコス取るわこれで。私は今こんな感じで指で塗っていったんですけど、最後にねスポンジでこうなじませるのもありなんじゃないかな。え、めっちゃ綺麗じゃない、肌がこの均一になる感じが、フィルター好きって感じで、私はこう最後ちょっとこうスポンジに含まして、気になる部分にちょっと重ね付けとかしても余計いいかも。クマとかね、いいですね。でベースの仕上げいきます。とリップ&チーククリームの SP10 番、これもうハイライトですね、と、パウダーの、パーフェクトルースパウダーの00番使います。いやー、やっぱね春メイクにはハイライトですよ。このねハイライトも本当にこのさ、ベタベタすぎないナチュラルなツヤ感といいさ、休み絵しないのがすごいよね。粉はねもう軽く、今のねツヤ肌すぎよりかはフォギーな感じもトレンドだしね。で今回ねちょっと全体的な色味はですね、オレンジコーラル的な感じでちょっといこうかな、まあ春だしねと思っていて、まあなんか眉はちょっと明るめな感じにします。アイブロウパウダー BR1 番と、こっちがですねインスタントアイブロウカラーの BR2 番。私はさ、お花見が外に出ていけないということで、どうしようかな、桜か、
買うか。おうちで花見やろうかな。状況がどうなのか全くわかんないからね。なんても言えないけど。もし行けるのであれば、特にこれはもう日差しに浴びたら可愛いメイクに仕上がると思う。そう、早くアイメイク行きたい。ラメがめっちゃ可愛いのよ。この色めっちゃ濃いよね、なんか。本当にこのボトルのまんまで。オレンジ明るめブラウンみたいな。このね、眉毛マスカラは本当に良くて。私、これベスコス選んでたよね、2020年の。なんかすごいふんわりと仕上がってくれるんですよ。え、色かわいい。結構違うね、かわいい。うん。それで、やっとアイメイクに行きたいと思います。で、私が今回使うね、この新色のダズリングデュオアイズなんだけど、全部で6色あって、私は今回、こちらの OR 1番にしました。結構まあ悩んで使うの。他に悩んだので言うと、ザ・春な感じのさ、この PK 3番とか、こっちの GR 4番、ちょっとこのミントグリーンがすっごい可愛くて、これはね、結構迷いました。でね、ちょっと布ね、まずこのピンクの、ピンクというか、これちょっとピーチっぽい透け感がすっごい可愛いから、このね、なんていうの、透け感がすっごい可愛くて、これとこの横のこのラメが、私が選んだのは結構こうイエローゴールドっていう感じなんですけど、わかる、このあらまーあら、どこのおばさんみたいな声しちゃったっけ。結構大粒のラメと小粒のラメがね、こう一緒に入ってるんですよ。それがすっごい可愛い。さあ、どう塗っていこうかしら。まずはアイホール全体にこのピーチピンクみたいなカラーを広げていきます。かわいい。下にも入れていきます。で、続いてこれはね、もともと私がすごい好きなやつなんですけど、グロッシーリッチアイズの OR2 番というカラーがあって、このカラーもちょっと混ぜて使っていこうかなと思います。オレンジ系で可愛くしていきます。まあ、このオレンジを取って二重幅に入れようかな。合う、このピンクとオレンジのグラデめっちゃ可愛い。これちょっと下にも入れていきますね。下はチップでこう、ちょんちょんと。で、ダズリングデュアイズのこの右のゴールドを取って、これ絶対可愛い、これ。もう、わかるもん。これ可愛すぎる。ちょっと下にも入れちゃいます。結構キラキラになっちゃうけど、まあ下はね、黒目の下だけとかにしても、かわいい。私今日語彙力ないんだけど。反対の目もやっていきます。というわけでシャドウ2つ塗ったんですけど、両目マスカラは、せっかくここにね、今可愛い色をのせているので、あんまりこう主張させたくないので、ブラウンにしました。さらっと塗っていきたいと思います。はい、というわけで、すっごいすっごい可愛いメイクにできた。続いてリップとチークなんですけど、もうね、ビセでも有名な、リップ&チーククリームの私は BE5 番を使っていこうと思います。こういう春のね、コーラルメイクにぴったりなオレンジピンクみたいなカラーですね。やっぱね、春のコスメはテンションが上がるね。個人的にすごい好きってのもあるけど、色味とかがさ、一気にこう冬から変わるじゃないですか。めっちゃ買っちゃうんだよな。うん、こんな感じ。あんまり濃くない薄付きぐらいの可愛いかなと思います。そのままリップもいっちゃいます。ちょっとこれに関しては軽くのせるぐらい、このぐらい色のトーン合わせるぐらいにしたんですけど、なんかね、これも新しくてこう出るやつで、ジューシーシロップダズルの BE302 番。もうね、この色がめっちゃ可愛かったので、可愛すぎてこれ絶対使うと決めてて、ちょっと見て、
これ可愛すぎない色、なんていうかブラウン味があるんだけどちゃんと赤みもあってゴールドラメが入っていて、ちょっとシャレカラーすぎて絶対使いたいと思って、というわけでちょっと塗ってみます。上に重ねて、あーもう絶対これ可愛いよう、るさい今日私。目元も口元もこうラメ感が結構あるんだけど、肌はね結構マットじゃなくてフォギーな感じに仕上げているのでアイアン紙が取れてるんじゃないかなと思います。春はこういうグロス使いたい。うん、かわいい。こうやって見たらすっごいわかるかな、このプリッと感。うん、はい、というわけでオールビセ縛りでメイクの完成です。フレッシュなトレンド感のあるメイクができたんじゃないかなと思うんですけど、私的にはもう特にここら辺がすごい好き伝わるかな、このラメのザクザクの、ザクザクなんだけど、そのプチプラ特有のザクザクではなくて、大粒と小粒がどちらもこう混ざってる感じとか、このピタッとくっついてくる感じとかが鏡ずっと見ちゃうもんな。改めてこのラメとこの透け感のあるカラーっていうのが2つ入ってて、この小ささっていうのが今回私ちょっとオレンジさせたけど、これ一つでそういう儚げメイクができるっていうのはね、質感が違うものが入ってるのはかなり便利だなと思います。うん、こういう時にはねちょっとこう前髪もこんな感じで透け感のある感じにしてねお出かけしたいですよね。なんか漏れてて嬉しい普通にというわけで今回のね動画ぜひ参考にしてみてください。ちょっとでも参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。商品概要はね URL に貼っておくのでぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。